ぱりね、声の低い男性ってさ色っぽかったりするじゃない。そういうのをちょっと心がける時もあるのよ。 TPO TPO You know? I know. いらっしゃい、ようこそスナック MB ガブリエラへ。ママのたかしです。チーママの秀吉です。ニセコの神で3人合わせて MB ガブリエラです。はい、ということで前回インスタグラムで募集した私たちに対しての偏見っていう項目があまりにもいっぱい来すぎてて、うん、面白いので第2弾そのままやりたいと思います。あー、仕方なくやったければいいよ。はい、プライベートの秀吉ちゃんはママより声低そう。どうだろう、わかんない。もっと生まれた声というものがあるから、うん、実際に数値を測って低くしたら私の方が断然低いと思うんですけど、うん、普段こうやって皆さんに向かって喋ってる数値を全部フラットにした状態でどのぐらいプライベートで下がるかっていう数値のこうマイナスとかのこう加減を測ったらこの人の方がはるかに低いです。あ、そう、うん、低いと思う。おはようございます。こういう感じそれはそう、合ってる、合ってる。あ、そう、うん、あれですよ、はい、そういう感じなんせディーバですから。違うのよ、違うの、そういうのじゃない。やだよね、ほんとこうやってこうやって言うのよ、この人でもね、言うわよ、うん、ね、やっぱりね、声の低い男性ってさ色っぽかったりするじゃない。そういうのをちょっと心がける時もあるのよ。 TPO TPO You know?I know. 自分だけ理解したっぽいね。I know. I know you know. かみちゃんは普通に恋愛してそう。秀吉妻はわがままそう。高島は男を腐らせそう。だからさ、ひーくんのだけ間違ってるね。あ、嬉しい。あ、ひーくんのだけ秀吉妻は恋愛してないです。じゃあそこじゃないし。恋愛の要素がなさそうの方がいいですよ。いやあるわよ。私だってあるんですよ。わがままじゃないと思うよ。そんな時もあったよ。わがままなさらやんしてた時もあったわよ、言うて。けどさ、こう学んでいくじゃん、そうやってさ。ダメなんだな、それじゃって言って。で、こうさ、でも気使うっていう、あれでもないわよ。こう相手に楽しんでもらいたいな、この人のためにとかっていうの、あ、そう学んだんですよ、やっぱり今年とともにさ。You know?I know. ちょっとそれいいわ。ハマり始めてる。ちょっと待ってる。運転席カミちゃん、助手席ママが行き先調べてる、後部座席ヒー君が自分のネイル眺めてる。これはね、完全な間違いですね。間違いだね。じゃあこれはさ、こう身内っていうかうちら側からしたらこれさ、どのポジションにいるかちょっと言ってて。え、3人とも後部座席だし3人しかいなかったらどうなるかって話よ。3人しかいなかったら、あ、もしそういなかったら、免許持ってる持ってないとかいろいろ置いといたら、多分秀樹運転席、カミ、うん、ちゃん助手席、後部座席じゃないと思う。そんな気がするだと思いますよ。完全にそうだ。私も全く同じこと。あ、だから後部座席でポケゴーよ。あれと二人に任せっきりです。後ろでずっと喋ってるみたいな。だから後ろでなんかずっとラジオが流れてるなみたいな感じで大丈夫に話しかけてみたいな。でもチューニングは変えられないのよ。このラジオは。そうで、かみちゃんのその、ナビも時にポンコツなのよ。そうだね。ちのナビってさ、マジトラップ多くない？なんかすごいさ、堂々とさ、ここまっすぐだからとかってうちらさ、行ってさ、コインランドリーなくないって言って20分ぐらい歩いたことあったよね。あった。そう、コインランドリーまで20分だって分かってる状態で歩いてる人と5分ぐらいだろうなって思って近くにあるよっていう情報だけでついてきてくれた2人の違い。しかも大体なんかさ、ここ曲がんなきゃいけないとことかまっすぐ行っちゃったりとかさ、地図見てんのにさ、割とあるよね。あ、全然ある。あれさっきのとこか、みんなポンコツなのうち。私すっごい印象残ってる話があって。何？昔ね、スタイリストさんのスタイリストさんとか衣装さんの事務所に行くっていう機会があったわけよ。あった。で、玄関で会ったのよ。
で私部屋番号見てなくて、うん、で401だよとかって言うから私さ信じたわけ、あそうなんだって言って、でそしたら実際は408かなんかあったのかな、で401の方向かってたらもうピンポン押す前に怖いお兄さんがバッて出てきて、何何のよって言ったら、すいませんお部屋間違い、違う、あ、408だよね、ガチだよとか言って私でも結構そっとけやばい、カメちゃんの二度と信じない思ったぐらい超怖かったわけ結構怖かったよね、だけど割とさ、なんかすごいさ超自信満々だよね、カメちゃんそれがね、超ウケるナビ通り行ったつもりなんだけどな、 でもさ、うちらも悪いじゃん、全部カメちゃんに頼りきりだからさ、そうなのよ、私なんて地図見やしないよ、もうあの絶対間違ってるって分かってるからなんだけど、カメちゃんに全部任せといて、だからカメちゃんだけのせいじゃん、連帯責任、そうね、そう結局そうなのよ、だってもうこの人だってこっちの電車食べて乗って2人で乗って何回逆走したことか本当に、だからやっぱりさ3人とも後部座席合ってんのよ、合ってんのよ、そうした方がいいのよ、必要なことはズバッと伝えてくれる縁側さんだけど、意外と身内かっこスタッフには言えなくて困ってそう、そんなこともない、全くない、うん、やっぱりさ笑ってんのよ年とともにやっぱり効率とさ結果をやっぱり望むじゃないか、うん、言い方をすごい考えながら言う、そうね、うん、それよくしようっていうためにみんなでこうディスカッションするわけですから、うん、てか逆にすごいあの私たちの周りにいてくれるスタッフの方々はまず初めにあの聞いてくれる、あの、うん、一個一個のことについて、だからすごい助かっています、ありがたいですよね、はい、たまにギャルっぽいことやるけど無理してやってる、秀樹の話、この私ギャルっぽいことやったりとかはしないし、やるとしたら無理してやってるよ私はね、私ギャルっぽいことやってるって思ったことないんだけど、だから無理してないのよそういうことやめやすあ、いいの来ました、これは偏見じゃないですね、特に秀樹さんは一番イケメン、あ、間違えた間違ってないでしょ、イケメンそうだと思ったらイケメン好きそうだった、うん、そうだよ、あ、そうだ、だってこの人赤レンジャーが好きなんだもん、そうだね、ザだよね、うん、でもさ、どう動画撮り始めたのがもうさ、うん、6年とか7年前じゃん、うん、その時はずっとそうやってたじゃん、今はどうですか、あのイケメンってイケメンだからあんまりこう頑張ってたりみたいな方少なかったり、なんかやっぱ表になったりとかもするのでちょっとこう下がることの方が多いなっていうことに気がつき、最近はもう本当に男は中身だなっていうことを感じています、ポエムもうそれがイケメンに対しての偏見でしかないけどなそうだからさ、うん、あれなのよね、もうさいいところがどんどん見えてくるとさ、その人がイケメンに見えてくるね、いやそう、仕事を夢中でやってる姿とかがイケメンに見えるし、私そうね、そうそうそう、うん、あとなんかこういろいろこのさ自分の中でのこう例えば夢があったりとかさ、うん、なんかこうキラキラ活動的だったりとか、うん、周りのこう気遣いがすごく親切だったりとか、そういうのであ素敵な人だなっていう風に思うようになります、目に見える造形だけじゃない何かのね、もうそういう風になってきたよ、いい感じでしょ、You know? I know はい、キルキチン部屋の四隅に塩持ってそう、この間本当に持ってんのこの間あのでもお風呂にあのお酒とお塩で入るとこうなんか浄化されるよみたいなのやりましたね、知ったら酔っ払っちゃった飲んだんでしょYou know? I know おかみさん実はサディストだって、どうなんですか、あら分かる、どっちかね何私だけが知ってる、そう、so, I know ね、もう上の方やだ、ママがとても怖いママが強そうそんなことはありますよありますよありますよ、これやばいだけど3人ともどもがまあ自分が一番綺麗だしってお互いに折り合いつけてそう超捨てる
まあなんかもうでも結局私が一番綺麗ですけどねみたいな感じってことでしょ。メルカユニットだわ。そうなりたい。でもなんかそうやっぱりこう自分に自信を持つことっていうのはすごく大事なことですよね。そうですよね。そうありたいですね。豪華ネタですね、うん、超キャラ。高島ママ最近お姉キャラに疲れてる。秀樹さん彼氏いないキャラ実はフリ。どうなんでしょうかね。いいとこついたんだよ。いいとこだったのか。朝の歯磨きの時はおえつしながら磨いてそう。ふぇってやつ。おっさんイメージ。おっさんなんかあの下ごけ取るの時におえつするよ。なる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 、こうやってあっなるよ。さあのタイで買ったさ歯磨き粉が強すぎてね、あのペーストのやつ、あれでもう私二度と使わない。だってあれ下半分あの麻痺したもん。そうでしょ。だからあれ、ね、3日ぐらいこの状態で磨くからダメなのよ。気づいたの。あれね、洗面台にこうやって磨けば歯にしかつかないから下の、ま、あの何中心の方来ないから辛くないって気づいた。もうそこまでしなきゃいけない歯磨き粉使いたくなるんだけど、もうそこを捨てた。めっちゃ気持ちいいよ。ペースト状のやつを持ってる。あれこれでしょ。そうあれも使って私3日間ぐらい味がもう何も感じなくなって。マネージャーのでコロナになったのかなと思って、そしたら歯磨き粉だったけど。安いもんねあれね、うん、じゃあねー、バイバーイ。じゃあねー。私たち5月29日にメジャーセカンドミニアルバムドボルザキアのリリースが決定しております。そのアルバムを引っ提げた5大都市ツアーの開催も決定しておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。以上 MB がブレイダーでした。